あ、そう、それで滑ってこないで、トイレに行って、だけど間に合って。死亡したほか、6歳の小学生を含む男性18人が重軽傷を負いました。事故はどのようにして起きたのか。こちらは事故直前の午前8時40分に出汁が発生。随分早い早いで感じだったんだね、ここの橋ではね。そういうこと当たっているからだろうと。左に曲がって下り方に差し掛かりました。水ダッシュを引いていた参加者などによりますと、本来であれば下り坂に入る手前で止まり、前方にあるロープをダッシュの後方に回して後ろ向きに引っ張り、ブレーキをかけながら坂を下るということです。当時ダッシュは下り坂に入る手前で止まらず、速度を落とすためにロープを後方に回す作業をしないまま坂を下ったとみられる。捜査関係者に取材で分かりました。2020年4月から始まり、水資源と生態系などの環境保全の2つのテーマで議論を進め、27回目となる今日、結論をまとめて議論を終えました。この中では、JR 側が取るべき対策として、1日、県の専門部会や環境保護団体などの意見を伝え、取りまとめはまだ早いとして意見書を提出するまで反発していく、かなり協議を求めています。飛んで向こうへ行くとかさ、危ないことやね。大道芸だから危ないんだよ。